スパイラックスサーコは蒸気システム関連製品を開発する多国籍エンジニアリング企業。イギリスグロスタシャーチルトナムに本社を置く持ち株会社スピラックスサーコエンジニアリング PLC が運営し世界60カ国以上に拠点を持つロンドン証券取引所上場企業。1888年にハーマン・サンダースがロンドンに 海外製品の輸入販売会社を設立した後、1890年に、レダースが経営に加わり二人の名前から、会社は、サンダース、レダース &CO となり、スチームトラップの輸入事業に着手した。1907年に、アメリカ合衆国、ニューヨークに現地法人を設立、第一次世界大戦の勃発で、スチームトラップの輸入が困難になると、 ペンシルバニア州に自社工場を開設し自社製スチームトラップの輸出販売を開始。この時、イギリスではサーコの名前でスチームトラップがすでに商標登録されていたためスピラックスの名称で販売を行った。1937年にサーモスタットを製造するグループ会社が設立され、またチェルトナムに本社を移転、1952年6月に 事業統合が行われ、スパイラックスサーコリミュテッドとなり、1959年に、スパイラックスサーコエンジニアリングとして、株式を公開した。1970年代から日本をはじめアジア、太平洋地域にも支店が設けられ、1990年に、マサチューセッツ州に拠点を持ち療養チューブポンプに、強みを持つワトソンマーロを買収し子会社か、2008年に、 デンマークのチューブポンプメーカーのフレクサコン A、S を2009年に、ドイツのマソシネを2015年に、カリフォルニア州の医療用チューブポンプメーカーのエイセプココーポレーションを買収2019年には、フランスの熱エネルギー関連製品メーカーのサーモコックスを買収試行会社に加えた。今スパイラックスサーコエンジニアリングは、 スパイラックスサーコリミテッドをはじめとする子会社群を参加に持つが蒸気システム事業が売上げの約6割、業務用ヒーターなどの温度調節ソリューションが15%、前後、バトソン・マーローの売上げが4分の1前後となっている。顧客企業の分野は多岐にわたるが、世界的には医療、バイオ関係や食品、機械工業などが多くの割合を持つ。 日本では1973年にスパイラックスサーコリミテッドの拠点が設立された。千葉市美浜区にオフィスを持ち、スチームトラップ、流量計、減圧弁などの蒸気に関連する熱エネルギー関連製品を販売している。ワトソン・マーローの日本法人であるワトソン・マーロー株式会社は2015年にスパイラックスサーコエンジニアリングの参加に加わり、 チューブポンプをはじめとする産業用ポンプ関連製品を販売している東京にオフィスを持つありがとうございます。